愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。皆様ご機嫌いかがでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。21世紀に入り、世の中はますます混迷を深めています。この番組はそんな時代の中、私たちがちょっと考えていきたい愛と夢のある生き方、社会の在り方を皆様と共に分かりやすく語り合っていきたい、そんな番組にしていきたいと思います。ご案内は私、片山たずです。それでは皆様、よろしくお願いします。改めまして、片山たずです。朝晩ようやくしのぎやすくなってきました。この時期、夜空を仰ぎ見て、古来日本で楽しんできた行事といえば、9月十五夜、中秋の名月。庭先に机を出して、鈴木、桔梗を刺した花瓶と月見団子と、昔は里芋をたっぷりと三方にのせて月をめでる習わし、どこのお家でもなされましたね。子供心になぜかお団子をいただいて、まん丸のお月様を見上げると、本当にうさぎがお餅つきをしているように思いましたね。また昔の人は風流でした。十五夜の翌日のお月様を十六夜、いざよいと言います。満月がほんの少しかけて、なぜかお月様がためらいがちに昇ってくる様をいざよう月と、人々が見立てたことがそもそもとか。ここで昔の人に習い、満ち欠けているいざよいのお月様をバックに、彼女に捧げるロマンチックなポエムを一つ。自分に欠けているものを君はいつも嘆くけれど、完璧な人間なんてどこにもいないさ。ごらん、いざよいの月が綺麗だよ。欠けているからいいんだよ。独身時代に戻って言われてみたいですよね。お月様を楽しみつつ、9月に入ってのハートフルメッセージ。9月1日は防災の日。まさかの時、私たちが命を守っていく日。9月11日、9.11 は世界を震撼させたテロ事件。アメリカ悪夢の日。たくさんの方々が命を一瞬に落とされました。そして皆さんご存知だったでしょうか。去る9月10日は世界自殺予防デーです。2000年には世界中で80万人の人が自ら命を絶ち、40秒に1人の方が亡くなられる事態となりました。調査によると、自殺未遂の数は年間その20倍、2000万人とも言われています。そこで WHO 世界保健機関は、この問題の啓発活動として2003年にこの日を予防デーと決め、さまざまなキャンペーンに取り組んでいるのです。今回、この後は私の命、あなたの命、そして家族の命、このお話を取り上げます。Thank you.
命のお話、どこからお伝えしたらいいのでしょうか。普段はそんなことはなかなか意識できない。そうですよね。時々テレビドラマや映画、本を読んで不治の病と戦う人々の物語に涙する。私もそういうことはあります。生死をさまよう病気をされた方々、看病されたご家族の貴重なエピソードについては番組で以前に取り上げました。でも生まれながらにして小さくして命をつなぐことのできない子どもたち、紛争や貧困で簡単な医療すら受けられない地域や国の人々、子どもたち、生きたいのに生きられない、そんな人たちの懸命な命のお話、命の声、もっと聞いてみませんか。長野県豊科町に長野県立子ども病院があります。開院して20年弱、ここで大変な難病と戦いながら病院内学級が開設され、勉強も頑張っている子どもたちが多数います。そしてたくさんのみんなが病気を克服して巣立っていきました。ここに入院する子どもたちの声が詩や作文となって一冊の本にまとめられています。命を燃やしている子たちの願いの数々をご紹介します。お母さん、田村ゆか、小学5年。いつもニコニコしているお母さん、私が手術している時もずっとずっとそばにいてくれたよ。嬉しかったよ。お父さん、入院してくる時いつも一緒にいたお父さん、家にいる時はうるさいけど手術している時は心配していた。すごいな、お父さんは。最後の治療、坂本雅美、中学3年。今考えてみるとあっという間に時が過ぎて最後の治療に入る。それは今まで以上につらい仕事で、薬もいっぱい、気分が悪くなったりするらしい。でもそれを乗り越えれば元気になれる、病気が治る、外に出てみんなに会える、家に帰れる、いろんなやりたいことができる。一人では乗り越えられないかもしれない。だけど手を伸ばせば先生がいて、看護師さんがいて、家族がいて、みんながいて、乗り越えていきたい、乗り越えられる、頑張りたい。中学2年生で発病した雅美さんは家に帰れることなく入院生活。先生がお父さん、看護師さんがお姉さん、お母さん代わりといって、15歳で亡くなりました。宝物のように育ててきた娘がこのようになるなんて、今でも元気よくただいまと言って帰ってくる気がします。父秀明さんの言葉です。ゆきの独り言、佐藤ゆき4歳。ママは毎日お店を買い物に行っています。セブンイレブン、サティ、西友、アップルランドに、そうです、ご飯を買いに行ってます。お店もお休みあるのかな。ああ、いつもママばかり、たまにはユキも行きたいよ。お店にはいろいろなものがあって見ていて飽きないよ。楽しいよ。
ユキが大人になって、ママが子供になったら、ユキが車に乗ってお買い物に行こう。外泊、佐藤ユキ。今日から楽しい外泊だ。お家に帰ったら何を食べよう。何して遊ぼうか。まずはおいしいものを食べよう。納豆にカレーうどんにラーメンにと、まあお金のかからないものばかりです。あ、たまにはスナック菓子も食べようっと。そして我が妹由美ちゃんとも遊んであげなくては。由美ちゃんはゆき姉ちゃんのこと大好きなんだからな。よし、ゆみちゃん、遊ぼう。佐藤ゆきさんのお母さん、ひろみさんのお話です。2歳3ヶ月で難病、神経芽細胞腫と診断され、ゆきちゃんは5歳で亡くなりました。お薬、粒や粉や液体といろいろ飲みました。吐いたこともありましたが、子供ながら飲まないと治らないと思い頑張っていました。外泊で家に帰った時は2歳下の妹の面倒をよく見てくれました。とても優しい子供でした。ユキの独り言は、病院から外にほとんど出ることはできなかったので、ユキも一緒にお買い物に行きたかったと思います。ママいいなってつぶやいてずっと我慢していたんでしょうね。家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。今日は幼くして若くして重い病を抱えた子たちの命の歌をご紹介しています。長野県立子ども病院の子どもたちの作文詩集がまとめられるきっかけとなったのは、この病院に入院して11歳で亡くなるまで自分もつらい闘病の一日一日を送っているのに、入院してるみんなを気遣って励まし明るくしてくれた宮越ゆきなちゃんの存在と彼女の詩がきっかけでした。電池が切れるまでというタイトルで平成14年に出版、大反響を呼びました。その表題が入った彼女の素晴らしい詩をご紹介します。命、宮越ゆきな、小学4年。
命はとても大切だ。人間が生きるための電池みたいだ。でも電池はいつか切れる。命もいつかはなくなる。電池はすぐ取り替えられるけど、命はそう簡単には取り替えられない。何年も何年も月日が経って、やっと神様から与えられるものだ。命がないと人間は生きられない。でも命なんかいらないと言って命を無駄にする人もいる。まだたくさん命が使えるのに、そんな人を見ると悲しくなる。命は休むことなく働いているのに、だから私は命が疲れたというまで精一杯生きよう。ゆきなちゃんも5歳で神経芽細胞腫と診断され、骨髄移植など何回も手術に耐えたのですが、11歳の若さで亡くなりました。お母さん陽子さんによると、この詩を書いていた頃、テレビではいじめとか自殺のニュースばかりで、一緒に入院していたお友達の何人も亡くなっていました。生きたくても生きられないお友達がいるのに自殺だなんて、そんな感じだったそうです。彼女もこの詩を書いた4ヶ月後に亡くなりました。そんな生きることに前向きで利発なゆきなちゃんは、周りのお友達の心の支えにもなっていました。彼女よりずっと年上のお姉さんのような、周りの人もゆきなちゃん、ゆきなちゃんと慕う詩がたくさん残っています。院内学級でゆきなちゃんの担当だった山本教諭は、みんなの光だった彼女のことが忘れられずに、ご自身も詩に託されています。周りを明るくしてくれるゆきなさん、赤ちゃんのおしめを取り替えてくれるゆきなさん、泣いている友達を慰めてくれるゆきなさん、自分の悲しみはそっと一人で泣いて晴らしていたゆきなさん、自分の食が細くなってしまった時、友達の励ましを受けてすごく努力して逆に太ってしまったゆきなさん、ゆきなさんが再入院してくると、みんなが自分の部屋へ来てと言った。豊品南小学校、山本敦夫。11歳しか生きられなかったゆきなさん、でも周りのお友達の心の火を灯し精一杯生きた命、お母さんや家族は自分の命を引き換えにしても生きる喜びを味合わせてあげたかった。ゆきな、頑張ったね。ごめんね。ありがとう。私たちはあなたのこと、ずっと心に刻んでいます。Thank you.
愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。今日は命の話をしてきました。命という大きなテーマですが、今を生きられるということをしっかりかみしめていけたらいいですよね。皆さんの心に少しでも響いていただけたらと、特に今日は強く思いました。命を使うと書いて使命と読みます。ゆきなさんの詩にも、元気な人はたくさん命が使えるのにと教えてくれています。ところで、世界キリスト教統一神霊教会創始者ムン・ソンミョン氏が9月3日に亡くなられました。心からご冥福をお祈りいたします。さて、ムン氏の人生の激励メッセージがあります。へたばるな。天理から外れなければ自動的に発展する。死なずに残りなさい。それでは番組からのお知らせです。番組では皆様からのご感想やご意見をメールにてお待ちしております。詳しくは番組公式ホームページまで。アドレスは www.i-kazoku.net www.i-kazoku.net まで。また過去の番組もダウンロードしてお聞きいただけます。さらに YouTube からもお楽しみください。この番組はムン・ソンミョン氏自叙伝、平和を愛する世界人として創芸社発行を一部題材に、皆様にちょっとヒントになる人間の生き方、社会の在り方などを分かりやすくお話ししていければと思います。いかがでしたでしょうか。愛、家族、人生、夢、ハートフルメッセージ。これからも番組を通して皆様といろいろと語り合いたいと思っています。また来週お会いしましょう。ご案内は私、片山たずでした。それではごきげんよう。